で、まあ、あの福士さんはすぐ乗ったんですけど、あの全然あの容量を得ない状態でずっとロトに迷ってたっていう状態が手前に、はい、始まっとって、で、あの福士さんがちょっと守備力を切らしてパッパッてこう引いたっていう状態が起こったんですね、最初1投のところで。で、その時にあのもう始め良ければ全て良しなんですけど、もう出だしからがなんかこう、なんか息ではなくてこう痛快ヒットの、あのいう雰囲気が出てないっていう状態ですね。それがあのこれ例えば、あ、もう引いてすぐラブレターやね。違いが同時に起こっとって、どちらも正しいんですよ。でそっちはワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォーって撮ってて、でドラムはちょっとわからない状態で、あのもっともっと早く動いてる場合の方かなって思ってるけど、でもこっちの弾いてるサイクルが3や4でフレーズが動いてるから、え、拍子3拍子ちゃうみたいなとか、いろいろこう錯綜するわけですね。でこの状態が一番起こるのが現場の何たるかで、でも通常はこの四安六法になった時の状況が巻き起こらないような演奏家たちが底辺でうごめいてるんですよ。だからこれを乗り切らなければならないっていう場面に遭遇しない人生で終わるんですよ。なのでみんなができへんなりに一石を投じようとしないとうまくなる事故も経験できないってなるんですね。だから誰かが暴走して誰かが何かをしだすっていうのがすごくあの必要で、どうする？早く。その時にね、立場を忘れてるよね。何かスピーチせなあかん立場であって、バックをサポートする立場が3人おる状態で、そっちがさらにバックをするって何事やって話ですね。すぐ何か喋るよって感じですね。行くで、ね。
状態になってるからサイクルが短いことで行こうかっていうことが暗黙であるサイズ割り採寸になってることにまず気づかなければならないってことですね。別に音楽的ではないですけどっていうことも条件として出てくるから短めに行くってなるっていうことはエンディングでちょっとだけそういう風な展開を見せてほどなく終わらなあかんねんけど今度はそこでこう漂おうとしてしまう方を選択してしまうっていう。だからこういうなんか一時が万事なんかあの気を使ってるんだけど間が抜けてるっていう状態の選択の連続になってて、だからそういう風に何かが起こったらもう即それをリフとして捉えてその曲でなんかこう始めるみたいな状況にもつれ込むような日頃セッションを試みないとダメだけど通常はダラダラやってるだけのセッションがほとんどになるからそこでだ松岡さん自身がラブレターやりますって言ってで引き出したのよ。その時にみんなが戸惑うからっていうことを松岡さんがしたのよ。で松岡さんは投げかけられてうまいことできへんことが多い立場でまだあるにもかかわらず投げかける側にもなる。わかりました。バルチック艦隊、はい、わかりました。お疲れさんでした、はい、ありがとうございました。確かにな。